はい、風邪ひきたくないどうも霊夢と。はい、うがいするときに間違えて飲み込んだマリサです。ということで今回何をやっていくかと言いますとね、回復なし縛りしてください。7万人おめでとう、これからも応援してますっていうコメントが来て嬉しかったから、回復アイテムなし縛りをマリサとやっていくわよ。今回は私も一緒にプレイするんだぜ。マリサ役のすしまくろさんのチャンネルは概要欄に貼っておくわよ。ちなみにルールなんだけど、シールド回復も体力回復も全部拾ったらダメだよ。で、この縛りをするにあたって一つ作戦があるんだけど、あのボスが落とすメダリオンっていうやつあるじゃん。確かにあるな。あれって持ってたらシールドが回復するんだよね。つまりシールド回復はメダリオンでできるというわけよ。今回は回復アイテムを拾うことが禁止だからメダルなら大丈夫よ。なるほどな。だから初動ボスがいるフェンシングに降りたのか。そういうこと。ちなみにこの試合の前に何回かやって全部ボスになってるから、もうこの試合ボスになったら回復縛りは難しいので諦めます。だからこの試合で絶対ビクロイしたいよ。霊夢絶対ビクロイしないといけないところすまんがやられたんだぜ。いやマリサこれで負けたら本当に戦犯じゃん。とりあえずシールドが欲しいからボスを倒したいね。このボス厄介なのがどれだけ削っても1回だけシールド全回復されちゃうんだよね。まあボスはエイム悪いから全然余裕で倒せるけどね。ボスよりもその手下みたいな奴がうざいと思うんだぜ。今なんかショックウェーブの音がしたんだけど、この街にて聞いたの？いや敵いなかったら私やられてないと思うんだが。確かにそうだね。敵全員倒していくわよ。シールドないのが寂しいけどな。シールド関係ないでしょ、気持ちでしょ。いやー人間かよ。こういうきつい縛りするときはボットが多いと助かるんですけどね。いやそんなんじゃ面白くないだろ。これは実況者舐めてるわ。しかも建築資材ないときにボックスにこもるのだるいって。それだるいやつ。あれ？どこ行った？マジでこのボット毎回敵だと勘違いするからやめてほしいわ。やばい、たまない。そういうときはキス飛んだー。ナイスだ。でもまだ敵はたくさんいるからな。そうだけど、残り体力が38しかないじゃねえかー。おい大丈夫かよこの試合。そんなこと言ってこれで負けたらマリサが悪いからね。結局戦犯は私かよ。まあ大丈夫勝つから。でもさすがにこの体力ではきついからボスを倒してメダルをゲットするわよ。このボス持ってるショットガンも強すぎだろ。エイムは弱いけどな。ねえめっちゃ銃声するって、これ絶対近くに敵いるじゃん。ここは冷静に資材を集めてから戦いに行くわよ。いやー結構クリエでエイム練習してきたからね。いやガチでエイム良すぎだろ。気持ち良すぎてやってる気分だわ。このチャンネルでそんなこと言ったら絶対ダメだろ。小学生の子とか見てるからな。あ、そういえば自販機なら回復アイテムを拾わずに回復できるじゃん。やっぱりこの縛り簡単じゃない？いやもう10試合くらいやって全部負けてるけどな。強そうなスキンの人は不意打ちで早めに倒しちゃうよ。弱そうなスキンの人もだけどね。いやじゃあスキン関係ないやないかい。スキンと言ったらみんな見てくださいよ、このタートルズのスキン。マジでイケメンでしょ？いやこのゲーム3人称視点だからプレイ中は顔が見えないんだぜ。気なきいきます。てれててってれー。グラップルブレードを使ってキルするとなんか楽しいんだよね。あ、あとそろそろ私のリブートしてほしいんだぜ。そろそろ戦いたくなってきた。ということでマリサのリブートをするわよ。そうそうマリサシールドがないならメダリオンをあげるわよ。メダリオン1個はシールド50回復するからシールドが50になったら返して。わかったぞ。ちょっと待ってお腹空いたからハンバーグ食べるわ。いやフォトナにハンバーグなんてないだろ。違う違う、現実でだよ。撮影のせいでこっちは飯食う時間なくなってんだよ。いやそれなら普通に撮影やめて飯食えよ。強そうな武器があったわよ。いや無視されるの悲しすぎだろ。ミニナオマキカメキンコアサリタイム。ここで弾を集めて武器を拡張するのが毎日のモーニングルーティーンなんだよ。どんなモーニングルーティーンしてんだよ。なんかここら辺から足落としてきたんだよな。もしかして敵いるのかな？こんにちは、お元気ですか？いや親戚に話しかける感覚で私に話しかけるな。強そうなスキンの人は不意打ちで倒すしかないんだよ。このアサルトグッドなアサルトだね。あとマリサ早く来て、強い人たちが今戦ってるよ。ギョフルなら今しかない。回復禁止縛りなのにそんなに突っ込んで大丈夫なのか？いや動画の撮れ高が必要なんだよ。って言ったらなんか倒した。へっへへ、こんなもんかよ。うわこいつ調子に乗り出した。あ、そういえばメダル返すの忘れてたから返すぜ。霊夢動きが変だぞ。ごめんハンバーグ食ってたわ。いやこの試合勝てそうなんだからゲームに集中してくれよ。いやー確かにこの試合は今までの試合よりもいい感じに進んでるね。で、マリサ今何キル？いやー霊夢にキルパクされすぎて。まさかゼロキルなんてことないよね。うわーこいついぜー。キル数なんて関係ねえだろ。いやいやキル数勝負してるからね。いや自分がキル数勝ってるからって急にキル数勝負ってことにするなよ。ちょっとあっちに敵いそうだから行ってくるわ。わかったぜ。お、なんかスケボーの音がするわよ。
近くにいるはずなんだけどどこにいるかがわからない。あ、見つけた。いや急に声怖くなるやん。そうなんだ、あいつあんなところで舐めてんのかよ。あのスケボー野郎絶対してやる。いや怖すぎだろ。動画内でそんなこと言わないで。座った。平和なゆっくり実況動画なのにいきなり暴言言うのやめてくれ。一発であんな削れるとかおかしいだろ。何の武器使ってんだよ。あ、普通に倒せそうだな。絶対に倒す、絶対に倒す。うお、なんか倒したわ。これが絶対に倒すパワーか。さっきのスケボーに気がきたね。私クリエイティブで建築も練習してたから。通常マッチでわざわざやる必要ないだろそれ。あ、私の建築と編集の速さにビビって逃げちゃったよ。いやそれはないと思うけど。まあちょっと喧嘩売られた恨みがあるから追いかけて絶対倒すわよ。先に喧嘩売ったのは霊夢だけどな。いや何のことかな。この回復アイテムなし縛りは敵に回復させたらダメなんだよ。だから回復される前にどこまでも追いかけてすぐ倒すのがコツだよ。私今グラップルブレードと剣ミシックっていう最強移動アイテム持ってるから。今度剣ミシック縛りもするんだぜ。いやそれ鬼畜すぎて無理だろ。この剣ってあんまり見ないような気がするし。自販機で簡単に手に入るんだと思うぜ多分。いやーこの剣ずっと2段ジャンプできるのがいいね。高いところからその剣で着地するとすごい楽しいんだぜ。敵ここら辺にいるはずなんだけどな。どこに行ったのかな。敵行方不明。いや今足落としたぞ。絶対そこにいるねー。喧嘩を売られたから絶対に許さないよ。いやだから最初に喧嘩売ったの霊夢だろ。この縛り余裕じゃない。もう私15キルもしてるわよ。あ、あとここまで見てくれてる優しい視聴者さんにお願いがあります。ぜひチャンネル登録通知オンと高評価をお願いします。マジでモチベーションにしてるからお願いします。みんなのチャンネル登録と高評価のおかげで動画作れてるんだぜ。よしそれじゃあやっていこうか。残り21人だけどマリサ勝てそう。全然余裕だぜ。霊夢足を引っ張らないでくれよ。いやいやそれを言うならマリサね。だってマリサ1キルじゃん。これはたまたまだぜ。あーハンバーグ美味しい。やっぱりハンバーグと言ったら料理だよね。ちょっと何言ってるかわからない。ちなみに今食べてるハンバーグは人気チェーン店のですよ。どこかわかるかな。いやハンバーグが食べれる人気チェーン店なんてたくさんあるからわからないんだぜ。そうか。うわなんか変なの作ってるやついるぞ。あーそれ作ったの私だわ。なんで作ったのかわからないけどとりあえず敵倒すか。高いところから剣で着地すると気持ちいいからだぜ。霊夢も後で一緒にやろう。いや大事な撮影なのにそうやって遊ぶなよ。別に私にとっては撮影などどうでもいいことなのでー。うわこいつやばいって。ということで懐かしのフェンシングフィールドに戻ってきたわよ。ここでマリサをリブートしたんだよな。懐かしい。いやそれ数分前のことだろ。あれそうだっけ。霊夢の身に何が起こっているのか心配なんだぜ。おー足音マークがしますねー。このゲーム足音マークがするとワクワクしちゃうんだよねー。確かにあと少しでロビーに戻れると思うとワクワクするよな。マリサ本当に何言ってるかわからない。あのブッシュにいるのかな。お、出てきた。霊夢ここに敵がいるぞ。すぐに来てくれ。わかったわよ。今めっちゃ灰になってるから一瞬で全員倒していくわよ。そうみんな知ってた。移動アイテムを使うと早く移動できるんだよ。うっとうゴリ押し気持ちいい。ナイスだぞ霊夢。近くに敵がいるからそいつも倒してくれ。うわこの人メダリオン持ってるやん。しかもピーター、グリフィンのハンマーポンプも。これでシールド回復量が少し増えたわよ。60まで増えたな。おいマリサ何をしてんの。敵近くにいるし撃たれたら終わりじゃん。高いところから剣で着地したいんだぜ。それにもし撃たれても剣があるから大丈夫だろ。まあそうか。これで敵がいる方に着地して敵を倒しに行くんだぜ。なるほど。霊夢見とけよ私がお手本を見せるから。頼んだわよ。もう少ししたら飛ぶからな。ここら辺でいいかな。飛ぶわよ。いっけー、なるほどそういう感じね。いっけー。霊夢全然できてないぞ。お、敵がいるな。私の神エイム。ナイスよマリサ。この動画で初めてのマリサのキルシーンじゃない。そうかもだぜ。あっちにも敵がいるね。なんだかんだもう残り6人か。回復縛りも意外と簡単だな。いやこの試合の前ボロクソに負けてるけどな。それ言われるとよだれが出るからやめて。なんでよだれが出るんだよ。よだれ出してないであの敵倒してこい。あの敵銃が光ってるから警戒しながら近距離戦に持っていくわよ。グラップルブレードで一気に行けばいいやん。まず中距離戦で体力を削って回復してるところを一気に攻めるのがいいよ。シールド割れたからもう攻めに行こうかな。もう体力少ないな敵。じゃあ攻めに行っちゃうわよ。亀の本気を見せてあげるわ。はい上手すぎ。やっぱりグラップルブレードを使ったキルはめっちゃ楽しいな。残り5人出して倒しに行くか。は？マリサ何してんの？ごめんうまく着地ができなかったぜ。助けに来てくれ。あの敵倒しに行きたいけどやっぱり味方が大事だよね。
このラファエロの際ですぐに行くわよ。ああ、助かるんだぜ。はいどうも、復活のマリサです。残り4人の敵を倒しに行くわよ。ああマジでハンバーグうまい。ハンバーグのおかげで力がみなぎってきた。え？それは回復アイテムじゃないよね。そう、合法回復アイテムだよ。え、なんか急に出てきたんだけど怖。大丈夫か霊夢、私も車で突っ込むぜ。いや全然大丈夫、普通に倒せそうだわ。ハンバーグの力すごいわ。さすがハンバーグよくやった。いややったのはハンバーグじゃなくて私だけどね。あったぜ、回復自販機。これでやっと体力を回復できるよ。マリサも回復しろ。わかったぜ。体力少ないから助かったわ。やっぱり私たち運いいな。そうだけど銃声がするね。敵も早く戦いたいのかな？私も今すぐに戦いたいよ。うおーおーおおなんだよここじゃないのかよ。じゃあどこにいるの？霊夢危ない、狙われてるんだぜ。あっちか。この縛りは回復アイテム持てないからただ突っ込むと死ぬわよ。わかったわよ。多分あいつらトンネルの中に入ったからトンネルの出口に行くわよ。わかったぜ。こっちだよマリサ。ストームもやばいし、どうせここから出てくるんだよ敵は。足音マークがしてきたわよ。多分すぐ出てくるからここで待ち構えるわよ。出てきたな。おらー、ナイスレイム。あともう一人も倒しちゃってくれ。亀の本気パート2。おら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 、ビビってんじゃねえよ。行くろーい。ということでチャンネル登録高評価、動画の感想をコメントお願いします。最後まで見てくれてありがとうなんだぜ。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。